やってないもん。やりました。いろいろやったな。これはやってないもん。みんな真っ黒だな。やってー。壊れた。俺は荒れるぞ。今日俺ダメだよ、兄貴ごめんね。でも俺頑張るからね。ありがとうございます。おっきいでしょ、ボスでしょ。はい、もうタスク終わりました、一個。おお。おお。早っ。最高でしょ、これ、はい、みんな最高です。みんな嬉しそうやね、なんか。あれ嬉しいですね。ナイスボタンでしょ。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタンだ。すげえ嬉しそう。いや、なんかそんなに喜んでもらえたら俺もすごい嬉しい。笑顔がこぼれる、こっちも。よかった、押してよかったな。これが下手なせいなんですけど、ちょっと止まんなかったんで。押してよかった。いや、これすごい。これは素晴らしい。死んでない。死んでんぞ、見て。びっくりしました。素晴らしすぎる。チラチラ見てたんですけど、誰もしなかったですね。リレーみたいな感じになってましたよね。5対5対0。そろそろ切るんじゃんか。むちゃくちゃこれタスク増えましたね。ボタン8秒前ぐらいに診察5か6ぐらいいたんで、多分そこの中に1いるんじゃないですか。あ、ちなみに、はい。金庫にも3いたんですよね。そう、はいはいはい、そっちの方もいたんですよね。なるほど。そっちに4ぐらいいた気がします。 4?3 か4。いや、ごめんなさいごめんなさい、曖昧です、それは。 あ、ちなみに武雄さん、隠し色出せます。マジですか。何ですか。ね、これ皆さんも参考にしてほしいんですけど、通信室のダウンロードあるじゃないですか。はいはい、パソコンタスクしに行く人って絶対クルーです。あ、慎太郎、それ浅いです。浅いですか。前の試合を持ち出すようであれですけど、今日の試合で武雄さんがコミュニケーションの中入ってって、あ、うん、安心だと思った瞬間にコックピットで武雄に殺されたので、浅いです。そうです、これインポスターなんで、そうフェイクタスクです。慎太郎さん、がっつり騙されて。俺もね、昨日騙されました、それ。俺もする意味なくない、インポスター。俺、扉開けるのめんどくさいし。どうして意味ないと思うんだよな。ゲンさんは割と僕は白置きできますけどね、今の状態だと。今一瞬、ゲンさんもそれやりますよねって言われるかと思います。染まってるからな。ゲンさんもやるかもしれないけど、ゲンさんは白置きしてます、はい、ありがとうございます。あと、俺オラフ君インポスターだと思ってます。え、なんですか、その心は。え、なんか貨物側から来たから。え、どういうことですか。あ、それだったらミナミがオラ対抗出ます。オラフ君さん白置けます。え、そう。おお、あの貨物行こうとしたら治って一緒の、全く一緒の行動してたんで、あ、治って戻ってバイタル見てみたいな、そんな感じ。なんかエレキ来て、はい、貨物側から降りてきたからどうなってんだと思って。あ、移動経路。あ、移動経路ですか。そうそうそう、貨物で足す、貨物診察エレキで行って、高田さんがいて、ああ、あれ、これ大丈夫、これバグらない。一ピってなんなかった今。あれ、あ、なんか急票ですね。あ、僕入れなかった。は入れてないだけですね。そうです。おお、
あら、あら、あれは多分シャワーだろこれ。色味が微妙なんですが、多分慎太郎さん。はい。シャワー左上配線です。最初にメインからシャワーに入ってるのに見合ったね。高田さんとかもその時聞いたかな。あ、高田さんはタオルに多分ぶん投げてるはず。うん、高田さん停電中ずっとタオル投げてた。タオル投げてて、配線、あそこアーカイブ、ラウンジの配線やってる時に梅健がアーカイブから貨物が行ってたけど。なるほど。あ、現です。結構現前半にもうミーティング上がって、中のタスクやってボタン連打してたんで、音で白ください。なるほど。誰も聞かれなかったっぽいね。誰も聞かれてなかったの。いや、カチャカチャ音鳴ってるのは知ってるんで、はい。僕はエンジンで湧いて、南ユアンさんとエンジンと武器攻撃隊くらいにすれ違って、キッチン展望で、うん、で停電を直してます。それが展望に出た照明です。オラフさんとすれ違った後、誰にも会ってないので、ウキイチです。メインのベントの近くにのゴミ箱の助けやってます。ハイベイエレキ。メインで、じゃあエンジンで湧いてメインに入り、アルト君と一緒に1回エレキに降りたかな。で、セキュリティやってからエレキです、今。あ、そうですね。間違ってないと思います。タオルの横を通ったとき光ってなくて、ただ倒れてる慎太郎さんが見えたからレポートできたって感じなので、うん、高田さんがやってる最中に死んでたとしても多分光ってないと思う。あ、いや、俺生きてる慎太郎見てるよ。だからシャワーだろうな。俺がシャワーからその配線に向かうときに、多分なんかシャワーのとこでごちゃごちゃしてたから、多分タオル集めてんだろうなと思いながら行ってるから。そのシャワー付近に他に誰かいるんですか？で、アルトが通過して、梅健が一番最初のアーカイブ側に行ってるかな。梅健どっから来たの？かアルさんのセルフじゃなかったら高田さん。僕最後エンジンなんですけど、エンジン上の扉が閉まってる、宿舎右の扉が開いてるはずです。えら、はい、はい、なんかあんまり状況よく分かってないんですけど、アルトさん目線って誰が筆頭になるんですかね？難しい。高田さんだったら僕が通過してるのを視認していると思うから、はい、でしかも停電直したら戻ってきて、下か右かどっちかに行くことが容易に想像できるので、やらないと思っているので、高田さんを今弾いている状態です。梅健ってごめん、アーカイブ行った後どこ行ったの？僕停電直しに行って、アルトさんが見てると思います。はしご降りて、で一番右のやつが僕が開いたら直って、多分オラフ君が直して、アルトさんがすれ違いで下に降りてきて、入れ違いで僕はそのままアーカイブラウンジですね。おー、それアルト見てる？見てる。梅健さんはそう回転場のとこまで行ってるし、登ってるのも見てるし、右行ってるのも見てるけど、ラウンジからどこ行った、アーカイブからラウンジに行ってるってことだよね。梅健さん、梅健さんなさそう。高田さんが最後ラウンジ僕のやつを最初に出してくれた。じゃあ梅健さんなさそうや。高田さんからそれが出るんだったら梅健さん違うと思う。うん、あれとも見てるわけでしょ。で違うこそ、うん、そうだから、逆にみんなの他の位置わかんないから、僕の対抗じゃねえや、僕がセルフは終えると思うけど、みんなして、僕の対抗って言われたら誰って言われたら出せないです、うん、南さんじゃないですか、メインとか、うん、あ、南はメインなのか。あ、メインで一人なんですけど、ただシャワー室とかに行ってない、目撃証言がないのを知るって言ってほしいなと思います。停電中だから何とも言えないっていうのは。そうですね。他の受け付けの人がやってるって場合はないんですかね？ウキイチだったらゲンさん、ハイブリさん、まあ、さっきも言いましたけど、はしごをかなり前半に登ってて、上でタスクやって、うん、ボタンを押そっかなぐらいで終わってるので。ゲンさんって金庫の方から来ました？もしかして金庫からは来ないです。このさっきのターンは宿舎前で湧いて金庫室でタスクをし、あ、その後にじゃあ OK です。じゃあ僕からゲンさんの城を出せます。なんでかっていうと、エンジンブームの上に入った時に、はい、宿舎前の左と右が空いてました。あ、そうですね、私が開けました。
なるほど。無理だよね。無限金やろうとしたら下までやって戻って。アルトさんすぐ後ろに着いてくるから。僕より先走ってるんで、絶対、じゃあ絶対無理やな。最後一応浮きって言われたんだけど、これそもそもアルト君に視認されてエレキに降りていて、エレキからの上がる音を聞いてもらってないと思うんだけど。難しいね。僕らが上がっちゃってるからカン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 音鳴ってるのは鳴ってるはずなんだけど、うん、エレキにめっちゃはしご短いはしごの音が私が登った後にしばらく何回も聞こえてたのは記憶してますけど。あ、なるほど。そっか、はい、僕とメケンさんが上がってるんで2回は絶対鳴ってます。アルトさん、アーカイブの下の扉って開いてました？開いてたと思う。出たか。開けたような記憶ない。ちょっとごめん、そこまでも覚えてねえや。うん、まあ、梅剣だった場合はもう梅剣アルトになっちゃうから、実質は、まあ、置いといて。あ、そうですか。ああ、はい。ちょ、南の城は、オラフさんとすれ違って、そこどまくレポートだと思うので、いや僕が白出したいんですけど、僕その後停電を直して、はい、展望デッキのアップロード終わった後にレポートなんで、まあシャワーまで行けるかって言われたら行けるんで出したいんですけど、うんうん、難しいって感じですね、まあ、多分慎太郎さんの主体だったと思うんですけど、畑迫さんは誰も見てないですか？見てないです。脇も覚えてない。車では湧いてないですね。エンジンでは湧いてなかったです、ね、エンジンは僕とオラフ君だけですね。まああの時どこで湧いたかなって覚えてない。これでも梅剣ができないとなると、梅剣あるとって両方しろ。梅剣さんってあれだよね、僕より前走ってるから僕視点かなり2だと思ってるんだけど、うん、梅剣さんってアーカイブどこから入ったんだっけ？誰？シャワー側から絶対入ってる。それは見てる俺が。じゃあ無理だよ。梅剣さん、高田さんから無理って出るのか。畑迫見てないから右で。エリカから死んでるんですかね。シンプルに位置的に高田さんか南さんとかじゃないのこれ。普通に左とかだったらオラフ君がめちゃめちゃ怪しいけどね。俺初手左に行ってるオラフ君が見てるから。わかる。畑迫キルがオラフ君のなのかな。じゃあ僕南さんの二郎ってことになりますよね。その場合だったら。そう。うん、なんか。あらから、はい、どこ？エレクトリカルからセキュリに入る間のところで源さん死んでて、1勝ち、2勝ち、3勝ちの4勝ち、5勝ち、10秒、あ、まあまあ直近ですね、多分10秒前ぐらいには生きてる源さんを見ました、エレクトリカルで。エレキを下ろすやつ言ってるんだ、多分8秒前かな、うん、ぐらいには生きてる源さんを見ました。セキュリティ見てたのって誰ですか？セキュリティ見てたのが原産なんじゃないの？それが石油で見つけたの？石油とキッチンの間？いやでもね、右側から原産エレクトリカルを通って石油のカメラを見て、またエレクトリカルの方に戻るのかな？死体も何も見てないの。一応、まあ、今回のキル南さんは難しいかな。あ、ごめんごめん。オッケー。アルトってキッチン側のタスクとかって結構やった？今回どういう行動？今回は、竹尾さんと一緒になってるんだけど、コックピット、武器庫、キッチン、武器庫、戻って、右行こうとした時の時に高田さん立ってる。そうだよね。その後ろ側から竹尾が来てて、キッチン側から。あ、違いますよ。アルトさんが先に出てって、武器庫の方行って、僕が入って、アルトさんが戻ってきたから、僕も戻ったって感じです。あ、じゃあそこは白取り合えてんの？セキュリティだったらアルトさん無理です。あ、竹尾さんも無理です。あ、じゃあ、OK。じゃあいいや。ってことは高田さんとハイブリッドさんだけになっちゃう？いや、高田さんはエンジンルームから持ってきてる。ハイブリッドさんは？これキッチン脇展望デッキ、キッチン戻り。じゃあハイブリッドさんか僕になっちゃうかな。うん。展望あったんだよな。二郎カバイが回るぐらいだね。そうだね。か竹尾さん、アルトさんとか。
っとね、初手の左側の方が気になってるから俺オラフ君の方かなって思っちゃった。今かばってるオラフ君南ちゃんがかなって思っちゃってたけど、梅君がセルフしてどこに塗りたいのかがあんまり分からへんから、はい、あ、ごめん、どうぞ。あ、竹尾アルトの場合、宝さん死んでると思うんでないと思います。あとね、初手が多分アルトさんがね、セルフじゃなさそうだからね、ハイブリさんかオラフ君南さん。基本ハイブリオラフ南マンすれば終わりっぽく見えるけど、スキップ入れちゃったらタスク終わりそうだから。あ、なるほど。結構進んでると思う、なんか全員で。手で直したの誰ですか？ハイブリ。僕はもうキッチンのバーガータスクで終わりです。まだちょっとあります。キッチンのバーガータスクだけ残すことってあるのか。定期的に残ってたんですよ、ね、ハイブリさんかな結論。ん、うん、まあ、さっきのキル梅剣ハイブリーどっちかですよね。そう、オラフ君南さんの場合は初手切りで多分助け舟を出せたはずだけど出してないっていう点と、アルトさん竹雄さんの場合はアルトさんのあれがセリフ、僕がだって先に言って後のセリフだからあんまり見づらいってことで、アルトさんクルー仮定しても竹雄さんハイブリーさんのペアになるから、どの道ハイブリーさんか。ハイブリだったらハイブリ南マン、相方わかんないけど南マンっぽいかな。一か初手切りの位置関係上、位置関係、いや、まあ確かに俺がブランクに権限向けてるからな、そう見えるのか。まあ畑底さんキルが多分みんなハイブリッド。え、俺は俺が畑底さんキルで、で、シンタロウ君キルは誰やと思ってるの？それが南南さんじゃないですか。南がシンタロウさんキルしてたら、そこどうやと停電中でも誰かに会ってて、で偶然にキルしてそこに残ってないとおかしくないですか。どうやって逃げるのかなって思って。これって釣っちゃダメなんですか。結構僕はい、いやもうタスク俺あと1。ああ、マジか。僕ね、電気のカチカチでずっと時間食ってて、釣って白だと2キルで負けて30秒で、そう、負けてしまうのでスキップの方がいいかなって思っちゃってます。いや、俺目線結構ハイブリさんなんだよな。釣れなさそうだ。僕の時って南オラフ君ですよねっていうあの理論もちょっと俺はよく分かってないんだけど。ん？アルト梅県があまり剣士の話から。え、オラフアルトとかあるくない？オラフアルトは、え、あ、じゃあアルトさんのセリフを追うってこと？ある。ああ、俺はオラフ君の軸で考えちゃった。やったな。ナイスインポスト。右に行って殺されたの。ハイブリタケオやった。危ねー。ありがとうございます。よかった。